ニューヨークパラディーズビデオポッドキャスト、キンバリーです。カサリンです。今日のエクササイズは、ニーカルルズです。スタビリティボールを使っている運動です。まずは、ボールの後ろに立って、手はボールの上になって、足はちょっと体重はボールにかけて、手は床に移動して、そして手で歩いて、すねはボールの上に乗せています。ここで大臀筋を使って腹筋を引き締めて背筋を伸ばしてください。肩甲骨を安定しましょう。息を吸って準備、息を吐いて膝を曲げて、膝は顎まで、はい、息を吸ってまた伸ばしてください。息を吐いて、だから脊柱を丸めて膝を曲げて、そして伸ばしてください。息を吐いて脊柱を丸めて膝を曲げて、吸って伸ばす。もちろんもう一回やってください。吐いて伸ばすとき必ず腰椎を伸展しないように頑張ってください。これは間違い、間違ってください。これは間違いだからそうしないでください。あと一回やってください。息を吐いて膝を曲げて、吸って、終わったら片足ずつ床に移動してください。ちょっと歩いても平気です。はい、それはニークルズです。もし私たちのニューヨークスタジオプラディーズ on 5th か、私たちの養成コースについて興味がありましたら、 www.pilatesonfifth.com までお問い合わせください。バイバイ。